メイクの日はちょっとお休みさせるとかの意味で作ったりはしますけど、素の自分でいるっていうのはでもすごく心地よくて、自分の肌に自信を持ってそうやって自分ですっぴんでいようって選択をできるようになれたらなって思います。私が住んでいた台北市では結構すっぴんで出歩いてる方が多くて、相手の見た目とかにあんまり干渉しない、もちろん自分がお化粧したければするし、友達といる日とか日常はちょっと気を抜いても自分らしくいてもいいんじゃないかなって思いますね。綺麗にしていただいてヘアメイクさんとかに、そういうのも楽しくて心地いいんですけど、やっぱ素でいるってメイクをしてないと何もとらわれることがないので解放される感じですね。自分を大切にする心の余裕、あと自信ですかね。もっと私は自分に自信を持ちたいです。自信を持って何か信念を持って続けることをしたいです。